皆さん、レノファでワクワクしてますか？勝手にレノファを語るラジオ、DJ ツインテです。今回は第42節最終戦、レノファ山口 FC vs 愛媛 FC について語っていきます。はい、皆さんお久しぶりです。前回の放送からですね、少し時間が空いてしまったのですが、実はですね、最終節ですね、愛媛 FC との対戦をしたですね、翌日からですね、ちょっと体調を崩しましてですね、2週間ほど入院生活をですね、送っておりまして、全く収録とかがですね、できる環境にありませんでしたので、今頃ですね、もう最終節の放送ね、するというような状況になってしまいました。で、2週間ほどですね、入院をしてましたので、当然のことながらファン間にも行けてませんし、それ以外のですね、イベントにも全く顔が出せてないという状況で、はあるんですけども、一応ですね、なんだこいつ途中でやめやがったというふうにですね、言われたら困るので、一応ですね、試合の結果等々につきましては、最後までね、放送を続けたいというふうに思っております。もう3週間前ぐらいのね、ことになってますので、でシーズンがね、もう終わってしまってますし、監督もね、変わったり等々ということもあって、環境はですね、かなり変わってきてはいるんですけども、とりあえずですね、最終節のお話ということで、お付き合いをですね、いただければというふうに思っております。はい、今回はですね、UPR プレゼンツ下松市サンクスデーということで開催をされました。はい、最終節ということでですね、結構なね、お客さんが入りまして、9000人ちょっとですね、入ったということで、もうちょっとでね、1万人というところだったんですけども、まあ4000人ぐらいしかね、ホームゲーム入ってなかったので、まあそれを考えると、まあ最終節のね、影響もあったんでしょうけども、まあ、1万人にね、近い9000人台ということで、非常にね、たくさんのお客さんが集まったんじゃないかなというふうに思います。はい。でですね、冠マッチイベントということで、UPR さんからですね、クリアファイル型ペン立て。これがですね、先着5000名様ですね。あとはですね、フェイスペイントのですね、実施とかもされてました。はい。私はちょっと、やってませんけども。あとはですね、下松市サンクスデーということで、ハムとかソーセージとかですね、焼いたりとか、あと、コロッケとかですね、唐揚げとか、ね、揚げられたりしたものを販売をされたりしてましたね。で、ゲームが始まる前にですね、下松観光大使のみこさんですね、スタートライン、歌われてね、スタジアムライブということで、オープニングゲームの前にですね、ライブをされました。あとは、恒例のですね、山口松田さんの、トレカーのね、プレゼントがありました。あと、ブースの方もですね、出されてましたね。愛媛から来たですね、一平ちゃんとかの、キャラがですね、いろいろ皆さんと、ね、写真撮ったりと、いうこともされてました。で、結局ですね、私、松田さんのブースではですね、オリジナルグッズのね、プレゼントとかされてたんですけど、途中で、券をね、なくしてしまったので、キーホルダーとかのね、番号が確認できなかったんですけども、さっきちょっと部屋の中のね、片付けをやってたら、出てきました。はい、もう、ね、過ぎたことなので関係ないんですけども、はい。あとは前田昌司さんですね、リサイクル業の回収というのをされてました。あとは JR 西日本さんのね、PR ブースということで、されてまして、西武行ってですね、チェキ取ったりというようなこともされてたんですかね。で、JMS とカードですかね。それのなんか募集もやられてたような気がするんですけど、ちょっと
押しが弱かったのでね、あんまり集客にね結びついてなかったのかなというふうなね気がしました。でスタグル周辺のですねブースで一番なんか賑わってたのが、山口県立大学ですね、看護学科さんによる健康チェックということで、クイズ形式でですね、クイズに答えて、採点をしてもらえるということで、あとはキーホルダーですねをもらえるということで、12時からのね予定だったんですけども、少し時間をね繰り上げて健康チェックの方をですね始められてたみたいですね。結構周りが早かったので、私が並んだ時点で多分5、60人以上の人がね並ばれてたと思うんですけども、わあ結構いるなと思ったんですけど、割と早い段階でね私もこのキーホルダーいただけましたので、回転はねかなり早かったですね、はい。あとはプライドオブ中四国で愛媛県 PR ブースということで、坊ちゃん団子ですね、これプレゼントされてたんですね。ちょっと私気がつきませんでした。あとはヘタウェイサポーターさん向けにですね、そうわかめと色のプレゼントということをですねされてました。あとは FC のねマスコットが来場ということで、玉姫ちゃんですかね、はい、私好きなんですけども、カバンにですねいつも登山用のねザック背負ってスタジアム行ってますけども、一応愛媛ねアウェイ行った時にミニマスコットのやつね買って帰ったんですけど、ちょっとこれ縦横のですね比率がちょっと変なんで、あんまり気に入ってはないんですけども、はい、フルメンバーでですね来られてましたね。あとはハーフタイムにですね、アルミデトトーンのドディさんですね。なんで一人だったのかよくわかんないんですけども、ライブの方ですね、されてました。あとは、アウトレットセールということで、いろいろね、販売をされてたみたいですけども、ちょっと私あんまりこう、触手が動くものがなかったので、購入はですね、見送りました。とその隣のブースですね、オリジナル年賀はがきの発売をされてました。昨年もですね発売をされてたんですけども、今年はどうなんですかね、ちょっと多分準備した枚数がですねかなり多かったんじゃないですかね。昨年はなんか割と早い段階で売り切れてしまったような気がするんですけども、多分ねまだ、郵便局行けばね買えるんじゃないですかね、はい。あとは FMFC さんのね、グッズの販売があったりとか、人権クリアファイルのね、プレゼントとかですね。で、最後の人、サンプラリーの方もされてました。私、水戸線でですね、印鑑を押したんですが、末源さんぐらいからですね、すっかり存在忘れてましたので、残念ながらね、サンプラリーをしてません、はい。あとはですね2018年の、ね、ユニフォームの先行公開ということをされてたんですけども、ちょっとですね並んでる人があまりにもですね多かったので、パスしました、はい。多分はファン感の時とかでですね発表されるだろうというふうに思ってたのでパスしました。あとは選手サイン会とかですねやってたんですね、はい。あんまり個人のねサポにならないようにしてますので、はい、選手のサイン会も、パスをいたしました、はい。であとシーズン終了セレモニーですね、これはまあ、あとねゲームの後のお話でねちょっと語ろうかなというふうに思ってます。すいません、ちょっと今変なね、チャイムみたいになってしまいましたけども、あとまあグルメガーデンということでいろいろね、出店をされてまして、私、ソーキそばをいただいたんですけども、ちょっとね、私が入院してる間にね、ちょっと残念な、情報が飛び込んできたんですけども、ご飯どころゆいさんですね。中華そばのね、美味しいお店で、実店舗の方にはですね、私もちょっとお邪魔したことはないんですけども、
スタグルで結構何回かね中華そばいただいたことがあるんですけども、なんか急遽閉店をねされたということで、来年はねちょっと今のところ中華そばがね食べられないというふうなですね、状況になっております。まあ普段よりもですね、とにかくお客さんがですね倍ぐらいに入ったということで、どこもねなんかこう混雑してるような感じに、ね、なってましたね。はい、はい、ということでスタジアムのですね、状況は以上なんですけども、ですねちょっと私がですね入院したのがですね喉の周りですね、あの木曜日金曜日がですね非常にちょっとなんか体調が悪いなということで早く寝てはいたんですけども、ちょっと土曜日にですねなんか喉がちょっとこう声がまともにね出ないような感じになってまして、で日曜日を迎えて、サポートをねするのに、声を張り上げてたんですけども、月曜日にですねもう声がガラガラで全く出ないような状態でですね、それでまあ病院に行ってそのまま緊急入院ということでですね、とにかく喉の腫れがものすごくひどいということで、ね入院をさせられまして、でそれ以外にもですねちょっと自覚してた症状があったんですけど、その辺のまあ手術とかの関係で退院をしてからですね、4日ぐらいですかね、経ったんですけども、まだちょっと、喉の調子がですね、ものすごく悪くて、ちょっとあくびみたいな感じで、喉とかがね、こう膨らむような動きをすると、ちょっと痛みが走ったりということで、ものすごくですね、喋りにくいんでですね、声もちょっとお聞きづらいね、感じになってるかというふうにね思っておりますけども、あとですねゲームの話をですね、しようと思いますので、とりあえず聞きづらいと思いますけども、もう少しですねお付き合いをいただければというふうに思っております。はい、それではですねゲームの話に移っていきましょう。スターティングメンバーからねいきましょう。はい、ゴールキーパー村上正明、ディフェンダー宮城正文、渡辺光大、星裕二、広木優馬、アベル・ルシアッティ、ミッドフィルダー佐藤健太郎、小野瀬康介、小塚和樹、フォワード岸田和人、大石福俊というですね布陣になりました。でサブの方はですねゴールキーパー山田元気、ディフェンダー前高幸、マクチャニョン、ミッドフィルダー鳥海優也、加藤大輝、和田正史、フォワードレオナルド・ラモスということになりました。で選手の交代はですね69分にですね小野瀬から前、75分岸田から加藤、87分星からレオナルド・ラモスというですね、布陣になりました。でレノはですね積極的にですね、愛媛のね、ゴールを奪いに行くということで、後半にですね安定してきました 3-4-1-2 というですね、状況になりまして、読売じゃないすいません、東京ヴェルディさんのね後半ぐらいからですかね安定してきた布陣で、攻めるということに、なりましたけども、まあ一応ですね J3 の結果で一応残留はねもう決まってはいたんですけども、自力でなんとかね残留をつかみ取りたいということで勝ち点3をね取りに行こうというふうな形で、サポーターもねかなり熱が、入ってました。で前半はですねレノファがかなり押し気味でゲームを進めたんですけども、途中からちょっとね愛媛さんのペースにもなったりということもありましたけども、
失点することなくね、なんとか前半はね、0-0 ということですね。まあ、両チームとも得点なしという形でですね、ゲームが進んでいきました。はい、で後半入ってもですね、レルはこうですね、積極的に、攻めるんですけども、なかなかね、ゴールが奪えないということで、小塚からですね、結構いいクロスが上がったりはねしてたんですよね。岸田がですね、ヘディングしたりとか、ちょっとこれ枠を捉えられなかったりと、ようなこともありましたし、小塚がですね、ファールをもらってフリーキックを得たりというようなこともありましたし、星君がね、ペナルティエリアから折り返したなということで、チャンスは結構あったんですけども、なかなかね決めきれなかったんですけども、後半ね21分にちょっとね細かめにパスをつないで、最後はね大石が、おそんなとこから打つのっていう風な感じで打ったね、シュートがディフェンスの間を抜けてね、キーパーの手の届かないところをね、抜けてゴールの右隅に決まるということで、さすがフォワードだなというふうにね、感じさせる素晴らしいシュートを見せてねくれまして、1-0ということになりました。でそれ、まあそれ以降もですね、まあ攻めたり攻められたりということもありましたけども、割とディフェンスがですね安定をしてたので、あんまりね失点する気配はなかったので、このままいくとね勝ち点3が取れて、残留じゃなくてね、サヌキさんの上にね上がって19位でフィニッシュできるかなと思ったんですけども、相変わらずやっぱなんとなくこうレノバらしいというか、後半40分ですね、クロスの折り返しでヘディングでね決められてしまうということで、ちょっとヘディングの折り返しでですね、村上がこう左右に揺すぶられたのもありますし、相手のねヘディングした選手のヘディング後のコースも良くてですね、ちょうど村上の足元をつくような、形でですね、左隅に決められてしまうと、いうようなことになりまして、1対1のね、同点ということになりました。でレロファー的にはですね、もう勝ちに行くという状態で、ここでですね、まあ星君がラモスにね、変わると、すいません、ラモスにねが交代でね出場ということになったんですけども、残念ながらね、もう1点が奪えないと、いうようなことになりまして、1対1のね、ドローと、いうことになりました。でそのチームのね、結果なんですけど、まあ佐々木さんと久保さん、ちょっと相手がですね悪かったので、まあ多分勝ち点3取れることはないだろうなというふうにはね思ってましたけども、後からね、経過を確認したんですが、やっぱり佐々木さんも熊本さんもね、負けということで、残念ながら佐々木さんとはですねちょっと勝ち点差が空いてましたので、ドローでね勝ち点1積み上げても追いつくことはね、できなかったんですけども、熊本さんにはですね、なんとかギリギリ勝ち越し、ね、一つ上の順位で終われたと、いうことになるんですけども、まあ、J3 の結果でですね、熊本さんも一応ね、残留の方は決まったと、いうことになりました。で、J3 の、ね、最終節が1週間後ということで、どうなるかなというふうに、気にはしてましたけども、ライセンスをね持ったチームが2位以内にね1チーム入ったということで、ザスパクサス群馬さんがですね、J3 に降格ということにね、なってしまいました。ちょっとサポーターとねチームと少しなんかいろいろ問題があったみたいで、
その実力をね持ってた、まあ、社長さんとか GM とかが退任をされたということで、新しいねチーム作りをしていかないといけないんですけども、ちょっと J3 もですね今結構厳しいねリーグになってますので、お近くのですねガーナーレさんもそうですし、ギラバンさんもそうですしね、バルセロさんもなかなかね上がってこないというふうな結構厳しいリーグになってますので、1年でね復帰するつもりで気合を入れていかないと、ザスパさんもねなかなか J2 の復帰っていうのが難しいんじゃないかなというふうにね思います。はい、で試合の方はですね、まあ1対1のね、ドローと、いうことになりました。で最終の順位はですね、自動降格圏はですねなんとかギリギリ脱出ということで、20位ですね、勝ち点38ということで、これはですねあのサヌキさんと同じなんですけども、残念ながら得失点差がですねありまして、サヌキさん41点なんですね取ったのが、でレノは48点取ってるんですけども、失点がですねサヌキさん61、レノはね69ということで、残念ながら失点がですねちょっと上回ってしまったということで、得失点差でですね順位の方はですねサヌキさんの方が上ということになってます。ただですね勝った数なんですけども、かまたまさんねサヌキさん8勝なんですね、でレノは11勝ということで、勝った数はですね明らかに多いんですけども、引き分けがですねサヌキさん14ね、レノは5ということで、レノはですね、まあ、勝つか負けるかしかないような感じなんですね。なんですけどもサヌキさんはですねレノファの倍以上の、ね、引き分けをしているということで、勝ちきれないまでもですねあのなんとか引き分けに持ち込める実力があるということでですね、この辺がやっぱりレノファとね、まあ、あの監督がね途中交代したりということもありましたので、イコールでね語られるわけではないとは思うんですけども、やっぱりベテランのねチームと、いうことで、やっぱりレノファの方はですねまだまだチームをね、作っていくことが、大事な状況にねあると、いうふうに思ってます。はい、ということでですね、最終節のねお話をいたしました。でもう今時点だとですねあの新しい監督が、ね、決まったりと、いうこともあるんですけども、その辺のお話とかですねファン間の話題については、次回のね放送で、少しお話をねしていこうかなというふうに思っております。はい、とりあえずですね最終節までですねゲームの方のお話はですね以上とおしまいということに、ね、なります。1年はね経ってないんですけども、なんとなく始めた放送ですけども、毎回ですね40再生ぐらいですねカウンターが回ってましたので、お聞きいただいた方はですねありがとうございました。ゲームがねない間は、まあ、どうするかちょっと考えてますけども、某ねレノファのサポート番組のようにですねゲームを振り返るのもいいかなとも思いつつ、あとはねレノファの公式のね発表なんかをですねちょっと1週間ずつまとめてお話をねするのもいいかなと思ってますけど、まあオフシーズンもですねストーブリーグ入りましたけども、放送はねできる限り続けていこうと、いうふうに思ってますのでね、またお付き合いをね、していただければと思います。はい、それでは皆さんさようなら。
「